ぶっちゃんがいっぱいある。あ、わかるよ。わかる。どうした？これじゃ観光じゃない？ね、そうだね。観光と書いてある。いや、キャットフィッシュ。ああ、ナマズだよ。すごい、サルディン。え、これって何？90セントってこと？ポルキッチャー、キロだ。キロ？わあ、すげえ。海が新鮮だよ。アメリカとは大違い。これアンコウ？アンコウ。アンコウの中にいっぱいエビが口の中入ってるのどうですか？これネタ。こっちもネタ。ザリガニ売ってる。これ手長い。すごいよこれ。牡蠣の盛り合わせ。すごい綺麗。1週くらいした。さあ、じゃあご飯食べれば。なんで鳥の色違う？あれだよ。鶏じゃないか。鳥らしいもの食べてる。あ、そう。グリーン。僕も食べてると皮が色んな色になる。あ、そうなんだ。まあでも種類にもよるけど。閉まってるね。シエスタの前に来なきゃだね。そうだね。朝早くからやってるから閉まるの早いのかな。そうだね。7時とかからやってる。終わったら帰っちゃうのかな。夕飯の準備をする人たちのために飲食店をオープンしてるくらいで残念。まあでもどうしても全部空いてきたかったら朝から午前中に来なきゃいけないってこと、ね、ボケリア市場きっと、ずっと空いてるじゃん。でもすごい観光地化してると思うから、こっちもお惣菜とバカラを TKG は任せろって感じ。こっちのマーケットの方がすごい小さいけど敷き詰まってる感があるよね。なんか食べ物は売ってた方がいい感じがする、ね。地元の人とかも来ないんだろうね、この時間帯は。来ないんだろうね。美味しそう。あ、和牛だって。閉まります。残念。明日も朝あるから。
残念。ここはなんか、ここなんか結構すげえ、俺の中ではなんかこういうところで食材買って料理したいな。おお懐かしい。まさかの最終日。どうしよう、どっから行こう。じゃあまず右から。おい、お肉。おや。今日の午後のフライトで帰ります。ボストン帰る前に。なんか食べたいな。すげえ、なんじゃこりゃ。クレープです。すごい、フレンチクレープだ。わお、This is not definitely not keto. I'm just saying. わお、オープンしてきた。あ、エンパナーダ、おいしそう。じゃあもう、ちょっと詳しく見ないとわからないけど、ちょっとこっちの方が割高なのかな。すごい。確かさ、日本ってさ、お肉持ち込んで入国ダメだよね。そう、確か。なんか生ハムとか買っちゃう人 いそうじゃない。なにこれ、うまそう。え、なにこれ、寿司じゃないか。フィレ市場ってこんな大きかったっけ。こっちはまだ閉まってるね。なんだよ、9時でこんな閉まってんのかよ。夕方行ったら他の市場も閉まってるし。すごいね。何時になったら開いてんだろう。やっぱ昼くらいが一番あれなのかな。10時とか10時から12時くらいが一番活気があるのかな。だってグーグー先生は8時からオープンしてますってなってるけど、おっ、チャンスで買ったことあるお土産って。これえ、これ買ったよね、お土産になる。買ったっけ。うん、すごい、バカなぁ。あ、肉がダメだったら魚はいいのか。まあでも日本の方が美味しい魚あるか。あー、やっぱ魚介が新鮮だよね、アメリカと違って。あ、すげえ。あー、これすごい、マリスコス美味しそう。あ、じゃあ持ち物気をつけね。ボケリア結構もう買い占めてる。自分も出せないぐらい。すごい、バッチリです。まあこんな感じか。どうよ、14年ぶりのボケリア市場。入り口がすごい、あの、覚えてる。確かにイチゴかなんか買ったよね。あー、すごい。モツです、モツ。うん、絶対日本のさ食文化進出した方がいいよ、スペイン。まあ進出してるんだろうけど、多分材料とか仕入れやすいよね。シーフードとかいっぱいあるし、食肉文化でラーメンとかのスープとかさ、煮込みとか受け入れられそうだよ。以上、こんな感じでした。
Okay. あ、ちょっと見、え、これ、あ、ターキーやん。ターキー。あ、こん、コニール、コニール、コニール。これ、ウサギだ。うん。ちょっと小さめだね。まあこんな感じです。今から何かつまんで。お疲れ様です。バルセロナ楽しかった。ありがとう。